Spinner. Good morning, ケリーアンです。10月10日火曜日、世界で今起きていること。イスラエルでの戦闘は深刻化しており、死者数は確認されているだけでも1300人を超えています。このポッドキャスト、デイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。イスラエル情勢はさらに悪化している。イスラエルでは政府軍とガザ地区を実効支配するイスラム勢力ハマスとの戦闘が続いています。死者数はこれまでに確認されているだけで合わせて1300人を超えており、さらに拡大する見通しです。ガザ地区との境界から5キロメートルほど離れた砂漠地帯で行われていた音楽フェスでは260人の遺体が発見されたほか、観客などが人質として武装集団に連れ去られました。また航空各社はイスラエル便の運航を一部停止しています。今回の攻撃ではイスラエルと敵対関係にあるイランがハマスを支援していたとされます。やはりイランの支援を受けるレバノンの武装組織ヒズボラが国境を越えてイスラエル領内に侵入しており、戦闘地域がさらに広がる恐れもあります。イスラム教の国でヒジャブが禁止されるかもしれない。中央アジアのカザフスタンでイスラム教徒の女性が髪を覆うためのヒジャブの禁止が検討されています。カザフスタンの国民の 65% がイスラム教徒ですが、政府はイスラム原理主義など極右思想の拡大を防ぐために公共の場ではヒジャブの着用を認めない方向で法律を改正する方針です。イスラム教徒が大半を占める国では他にもトルコでは以前は政教分立の原則に基づき大学の学生や女性公務員はヒジャブの着用が制限されていました。しかし現大統領のレジェプ・タイプ・エルドアンが政権を握ってから憲法改正が行われ、スカーフをかぶることが認められるようになっています。チャット GPT の人気に黄色信号か。チャット GPT のモバイルアプリは iOS 向けが5月に、 Android 向けが7月にリリースされましたが、そのインストール数は好調に推移しているようです。アメリカのテックメディアテッククランチが紹介しているデータによると、9月までで1560万ダウンロードを記録しているようです。ただし収益の伸びは鈍化しており、ここ数ヶ月 30% を超えていたものの、9月には 20% まで落ちているようです。チャット GPT のモバイル向けサブスクリプションは月額 19.99 ドルのアプリ内課金で、9月時点での総売上はおよそ460万ドル、日本円にしておよそ 6.8 億円だと推測されます。中国の国内旅行の回復ペースは予想よりスロー。中国では中秋節と国慶節のために9月29日から8日間にわたって大型連休となっていましたが、ホリデーシーズンの消費と旅行の伸びは当局の予想を下回ったようです。文化観光省の統計によると、連休中の国内旅行者数はおよそ8億2600万人で、観光収入は7534億元、日本円にしておよそ15兆4000億円に上りました。新型コロナウイルスのパンデミックが起こる前の2019年と比べると、旅行者数は 4.1% 増、観光収入は 1.5% 増で、9億人近い国内旅行者と、7825億元の観光収入を見込んでいた当局の予想には達しませんでした。10億ドル超えの宝くじはもはや珍しくない。パワーボールやメガミリオンズといったアメリカの宝くじの賞金が高額化しています。これらの宝くじは当選者が出るまで賞金が繰り越される方式で、近年は運営方法を変更して当選確率を下げる代わりに賞金額を上げてきました。ニューヨークタイムズによれば、2016年以降、賞金が10億ドル以上となるケースは8件あります。現地時間の9日夜に次の抽選が行われるパワーボールでも、
7月19日以降大当たりが出ておらず、賞金が15億5000万ドルまで膨れ上がっています。当選者は賞金を30回払いで受け取るか、減額された賞金を一括で受け取るかを選ぶことができますが、ウォールストリートジャーナルによると、 FRB 連邦準備制度理事会の利上げで金利が高水準となっていることなどから、最近では一括受け取りを選ぶ人が多いそうです。リスナーの皆様、いつもデイリーブリーフを楽しんでいただきありがとうございます。デイリーブリーフを SNS や友人や同僚にシェアしていただき、デイリーブリーフコミュニティを一緒に成長させませんか？あなたの応援がこれからの新しいエピソードの誕生につながります。ぜひフォロー、シェアをして応援していただけると嬉しいです。ケリーアンでした。 Have a nice day!